今日の県内は高気圧に覆われた影響で朝から晴れて気温が上がり、日中の予想最高気温は会津若松で29度、福島で28度など各地で夏日となる見込みです。こうした中、二本松市の足立ヶ原ふるさと村では今、真っ赤な彼岸花、別名マンジュシャゲが見ごろを迎えています。青空の下、色鮮やかな花を咲かせるおよそ250万株のマンジュシャゲは訪れた人たちの目を楽しませていました。マンジュシャゲは来月上旬まで楽しめるということです。